春香炉の花の絵、巡る杯影さして千代の松がえ分け入れし、昔の光今いずこ。仙台市を眼下に見下ろす青葉城址には、郷土が生んだ詩人、土井晩水の名作、荒城の月の詩碑があります。この詩は、明治31年、1898年、上野の東京音楽学校、現在の東京芸術大学から頼まれて作られたものです。滝廉太郎により曲がつけられ、時代を超え、人々に歌い継がれています。晩水は明治4年1871年仙台市北梶町、現在の青葉区木町通りで質屋を営む土井林七の長男として生まれ、名前を林吉と言いました。小さい頃から祖母に和歌の手ほどきを受けたり、父親から八犬伝などの物語を聞いたりして育ち、本を読むのが好きな子供でした。小学校の授業で中国の歴史物語18史略を学ぶと、難しい本にも興味を持ち、夢中になって読むようになりました。その勉強ぶりは先生方をも驚かせるほどでした。本には僕の知らないたくさんの知識が詰まっています。もっともっとたくさんのことを知りたくてたまりません。先生、僕は中学に進んで学問を学びたいのです。林吉は真剣な眼差しで自分の夢について語るのでした。13歳で小学校高等科、現在の中学校を卒業した林吉は、いよいよ中学校への進学を本気で考えるようになりました。ところが祖父から、商売をするのに学問などは必要ないのだから、中学なのに絶対にやってはならないと強い口調で言い渡されてしまった父は、祖父の言いつけに背くことができず、林吉にそのことを告げるしかありませんでした。父に説き伏せられた林吉は、質屋の店先で見習いとして働くことになり、毎日お客さんを相手にしたり、品物を蔵から出し入れしたりする仕事に明け暮れました。しかし林吉は、自由の灯火という新聞や、その当時発刊されたばかりの新体詩帳という本をいつも大事に携えていました。少しの時間を見つけては瞳を輝かせ、未来に夢を持ちながら新しい形の詩を口ずさむのでした。新体詩帳には西洋の詩を翻訳したものもありました。林吉は西洋の文学や英語にも興味を持ち始め、英語の通信教育も始めました。見習いの仕事をしていても学ぶことはやめませんでした。16歳の頃、林吉はこのまま質屋の主人としての仕事をずっと続けていくかどうかを考えていました。そんな時、すぐ近くの仙台の国分町に仙台英語学校ができることを聞きました。当時としては珍しい英語を学ぶ学校で、働きながら学ぶことができたのです。しかも英語学者として有名な斉藤秀三郎先生が教えてくれるという話を聞くと、林吉はいても立ってもいられませんでした。店で品物を並べている時も、重い荷物を運んでいる時も、頭の中は英語学校のことでいっぱいでした。一旦は父に従った林吉でしたが、胸に燃える学問の火は到底消すことができなくなっていました。林吉はある夜、思い切って父と祖父の前に正座して話を始めました。私はどうしても英語学校で勉強したいのです。店の手伝いもしますから通わせてください。
祖父は不機嫌な顔をしながら言いました。お前が後を継がなければこの質屋はどうなるんだ。お父さんが丈夫なうちは自分の好きな学問をしても良いのではないですか。しばらく沈黙が続きました。やがて父が口を開きました。店での修行に勤めながら合間を見ては本を読むお前の姿を見ていたよ。仕方ない。お前がどうしても学問をしたいという気持ちは分かった。父の言葉を聞いた祖父も、よかろう。ただし中途半端な気持ちではいけないぞ、とついに進学を許しました。林吉は英語学校での授業を思い浮かべ、自然と笑みがこぼれました。喜び勇んで通学し始めた林吉は、夜中まで机の前に座っていることがよくありました。マコーレーのフレデリック大王論やビクトル・ユーゴーの伝記などに心を奪われ、英雄や文学者の面影を心に描きました。あれこれ想像していると時間の経つことも忘れてしまうほどでした。その後、仙台にできた第二高等中学校、現在の東北大学に18歳で入学し、学問への情熱をますます燃やしました。さらに交友会雑誌に詩を載せる機会を得て、ペンネームを万水としました。東京帝国大学、現在の東京大学英文科に進み、勉強の傍ら雑誌帝国文学の編集委員となり、次々と詩を発表し、堂々として力強い万水の詩は評判になりました。万水は日本を代表する詩人となり、新体詩と呼ばれる新しい詩の確立に大きな功績を残しました。詩人として成功した万水は、明治33年、1900年、仙台に戻り、母校である第二高等学校、現在の東北大学の英語の教授になりました。また、万水は外国文学の翻訳を行ったほか、多くの校歌の作詞を手掛けました。仙台市立立町小学校の校歌には、勤めて産まず身を立てて国と民のため尽くせ、途中で諦めることなく努力を続け人々のために尽くしなさいという歌詞があります。このような生き方を語りかける万水は、たくさんの市民に慕われました。現在も工場の月は多くの人に歌い継がれています。